今日はトウモロコシとアスパラの白和えを作っていきたいと思います。まずは、豆腐、今日は絹を使っております。小さいの1パックを水を切っておきます。3分の2ぐらいになった豆腐をざるにこしていきます。アスパラは、軽く茹でておきます。ここに練りごま、大さじ1、白味噌、小さじ1強、醤油、小さじ1、大さじ1、はい、よく混ぜて、白和えの出来上がりです。はい、ここにコーン 55g、アスパラ小さめの乱切りにしてボウルに加えていきます。よく混ぜて、お皿に盛って完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。